さらなる戦力強化へ、バルセロナは今後の市場でどう動いていくるのか。スペイン、ムンドデポルティボは、バルセロナが注目している選手が7人いるとリストアップしている。その1人にブライトン所属の日本代表 FW 三オ薫が挙げられている。三苫については以前バルセロナからの関心が噂さされていたが、同メディアは、この日本人ウィンガーは、そのあふれんばかりのテクニックにより、 バルサに最も好まれている選手の一人だ。ブライトンとの契約を2027年まで延長したため、今後の動きは複雑になるだろうが、クラブは彼の成長を注意深く見守っていくだろう、と伝えている。右のハフィーニャやラミンヤマルに比べると、バルセロナは左ウイングのピースが不足気味だ。特にミトマのように独力で局面を打開できる選手は少なく、ミトマが戦力になるのは間違いない。 日本のサッカーファンにとってもワクワクする話題と言えよう。他の6人は、バイエルン MF ジョシュア・キミッヒ、レバー・クーゼン MF フロリアン・ビルツ、アントワープ MF アルトゥール・フェルメーレン、アスレティック・ビルバオ FW ・ニコ・イリアムズ、ライプツヒ MF ・ダニオルもパルメーラス FW ・エステバン・ウィリアンが挙げられている。最大のビッグネームはキミッヒだろうか。中盤でフレンキーでヨングと共演できるとなれば、 中盤かからの展開力はかなりアップしそうだ。同じく中盤から攻撃を組み立てる選手では、アントワープで売り出し中のベルギー代表 MF ・フェルメーレンも人気が高い。18歳の逸材に複数のビッグクラブが興味を示しており、争奪戦は避けられない。若手では、パルメーラス FW ・ウィリアンも16歳とかなり若い。 バルセロナはすでにアトレチコミネイロから FW ビトールロッキの獲得をまとめているが、南米の優秀な若手をスカウトしていく流れは今後も続いていくだろう。ワイドな位置から仕掛けられる選手ではオルも、ウィリアムズも実力者だが、突破力ではミトマが上を行く。果たしてバルセロナはどう動いてくるのか、ミトマ取りへ本腰を入れても不思議はなさそうだ。